ですよ、うん、そうどうこんばんは、エントリー世代です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんはじゃなくて、こんにちはですね。よろしくお願いします。こんにちは。僕たちは江田島出身の二人なんですけども、はい、あ、僕さっきもね、ちょっと出てきた、すみません、なんかね、うまくもう喋れないんです、僕はあまりね。まあ、いや今ね、です僕はここからね、もうほんまに近いと、さっきね、こう見たら僕の家そこから見えたんですよ。はい。ちょっとへーって言ってください。知らないです。どこかは言わんけど見えた。うん、うん、あ、でも自分がここじゃ、でも影に隠れとって見えんかった。どっち見えんかったね。見えんかったね。はい、ゆとり世代なんですが、まあ、年齢は平成5年生まれの25歳、今年25歳の年齢でもゆとり世代って言わせてもらってるんですが、江田島で出身で自分いいなと思ったところが、社会人になって自分福山に今住んでいます。福山で仕事をしてるんですけど、やっぱこの江田島を離れてやっぱ気づいたっていうところは、やっぱ江田島の人たちって本当地域もなんですけども、全員優しいですよね。地域のおじいちゃんおばあちゃんもすごい話しかけてくださるし、おはようって声かけてくれるし、福山なんか全然声かけてくれないんですよ。まあこちらからおはようございますって言っても帰ってこないし、やっぱ地域性がねあるんだなと思って、今日なんか頑張ってよく喋っていつも喋らないですけど、はい、今日はオリジナルをね、ずうずうしく3曲目やらせてなんですけども、1曲目はですね、まず星空の下でっていう曲なんですけど、ね、でもみんな失恋とかってしたことありますよね。ありますね。ないですもん。ないえ、じゃあもう失恋せずにそこまで行ってない、結婚とかまで行くんです。そういう人だったら、ね、僕はもう本当にすごいなと思います。すごいなって思うだけ。そう、失恋の曲です。そうそう、彼女に振られてね、もう1年ぐらい経った時にできた曲です。ここまで読んでいいよ。まあいいや、それを星空の下でという曲を聴いてください。している頃、君は誰を
星空が夜道を照らす頃、君は何を思ってるのだろう。月が涙を照らし出す頃、君は笑っていることでしょう。夏の星空の下、また君を思うよ。悲しみも涙も止まらないけど、君と出会えてよかったよ。して曲ってテーマの曲だったのはちょっと恥ずかしかった。みんな失恋してますよね。なんかそんな顔してますね。失恋。いや、でも板島、今日板島初めて来た人いますか、ね。初めてですか。何もないですよね。ずっとこの曲。板島なんもない。なんもないですよ。あるある。もう悪いね。本当に何もない。もう何かあると言ったら、あの鬼ですよね。鬼しかないです。確かに友達が江田島じゃない人たちに言ったら、赤鬼おったよ、赤鬼おったよってやっぱ言われるんですよ。江田島って言ったら赤鬼で十花学校やっぱり。十花、あ、そうそう、うん。あそこの花火大会とかよく来たんですよ。あ、でもね、去年のね、あ、今年はちょっとなくなったんですけど。去年のね、花火大会、自衛隊、うん、花火大会でね、彼女と行ってね、その次の日に振られた。あはははは、そうか、振られた。そうか、知らんかったら振られてしまった。あ、うん、残念でした。一言ですね、残念でした。残念でした。じゃあ次の曲いきますね。だから次の曲、皆さん多分失恋したことありますか。もう悲しい歌しかないな、なんか。まあ別に失恋とかじゃないんですけどね、この曲は。まあでも失恋みたいなもんですよ。はい、それでは旅行く人へという曲です。聴いてください。心を残して新しい
してる見えすぎた嘘に騙されるの最後ね騙されるたびによみがえる思い8割失恋ソングです全部こっちが作ってるんですけど失恋ソングですよでもでほぼ歌うの自分っていう、うん、だってさっきのねあれを美女とイケメンみたいなゴリラ確かにゴリラとみたいないやもう最後の方がいいじゃんでこっちゴリラあーすいませんだってもうねいや、かっこよく生まれたかったなと思うんですいや、それは本当に思いますね何が欲しいですかすいませんね多分ね、笑いよるってことはやっぱり不細工だと思われてるそういうこと、そういうことよかっこいい、かっこいい、かっこいいよあー、ありがとうございますあもう、この話じゃ全部忘れちゃったいや、もうね、みんなが敵に見えてきたいや、でもね、やっぱり田島のいいところはね何もないところ何もないやっぱ何もないよ、ね、鬼しかおらん鬼しかおらん鬼しかおらん でも2月3日になったら説明するし、うん、鬼は里お前は鬼出さんと、ね、豆で倒せるしあ豆で倒せるし何の話まあいいよもう歌を最後終えてもらおうはいねえ本当に今日楽しかったですありがとうございます、はい、まだ終わってないけどねこの後も続きますが今回やりましたこの後の人はもうそらそらもう大丈夫、うん、ありがとうございましたはいありがとうございました、はい、大丈夫大丈夫じゃあ
あ、手拍子とかはね、あなたみなさい、けどちら大丈夫です、その大丈夫です、ありがとうございます言ってくださいでしょ。はい、最後、笑って太陽という曲を聴いてください。はい、失恋からできた曲です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。小さな約束を守ってみたよ、すると見れたよ、君の笑顔、小さなこの手をつないでみたよ、心晴れたよ、君もそうでしょう、誰かといる時間ならば時も元気な自分を見てほしいから、もう生きたご褒美には朝が訪れて明日が来た。いろんな人に支えられて励まされて生きたこの命が誰かのために輝きを増す、そうして人はつながってゆく、あなたは正しく生きればいいよ、それがみんな望んでること。笑ってたいよ、どんな時も君にも笑っていてほしいから、泣いていいよ、悲しい時はね誰にだってあるから、これからも頑張っていこうと思います。江田島の宝として頑張っていこうと思います。10回から笑ってたいよ、どんな時も元気な自分がここにいるから、今日生きたご褒美にはまたすぐ明日が来ら、笑っていこう。